で、柔道。柔道はですね、これに関しましては、まあ、4ですかね。5でもいいかもしれないけど、まあ、個人的には4。理由はですね、このゲームやって思ったんだけど、画面めっちゃ長いんだよね。めっちゃ広いの。で、攻めるのが評価されるっていう話をしてるんだけど、とはいえですよ。とはいえ、やっぱ格ゲーってガードが後ろじゃないですか。ってことは、前に出るとやっぱ被弾増えるんよね。当たり前の話なんだけど。うん。で、その前に出るっていう、まあ、リスクを散々背負って、まあもちろんそんな途中でね、あのドライブゲージがすごい溜まってるとかってのあるかもしんないけど、とはいえ体力を犠牲にして前に出て、端まで行って、で、ご褒美がないのはやっぱり良くない。から、柔道の存在は、まあ、柔道っていうか、柔道自体は俺は別に否定する気はない。ただ、絵面が単調になるから、まあどうなのかなっていう。うん、そこだけ。柔道というか、端に行った時に、でかいボーナスがないと、うん、まあその、なんていうのかな。道中が長いだけにストレス溜まりそうだけど、ストレス溜まりそうだから柔道あっていいけど、うん、まあなんか、もっといいのないのかなっていう、うん、感じがした。